ですかね、東京から。おはようございます。おはようございます。おはようございます、横山トラックに来てもらいました。はい、サクッといきますか。アルゼンチン共和国杯、日曜日のメインね。そうですね、何回っちゃ何回でしたけど、ちょっとね、面白いメンバーでね、そうですね、トスも揃ってるしね、顔方はすごい。そうね、先週、ね、まあ、天皇賞、まあ、いい時計出たじゃない。はい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 、はい、で、上がりも結構32秒台出たんだよね、選手ね。まあ、天皇賞も、ね、フィエールマンか、32点いくつだったし、 その前の条件戦でもね、32.5 って出たんで、まあ、うち、春に近いいい場所ですね。うちは結構荒れてるけどね、意外に時計出てるよね。そうですね、時計は、時計自体はかなり速い方だと思います、で、結構瞬発力、に長けてる馬が先週上位占めてたんで、見た目穴なんですかね。そうね、見た目はね、5メートルぐらい悪いんだけど、直線はね、そうね、まあ差し馬有利と見てね、はいはいはい、切れる馬を、切れる馬をってことですね、中心に組み立てました、ここは。はい、本命は、本命はね、8番のサンレイポケット。はい、キレキレですね、最近ね、はい、毎日王冠もね、僕本命だったんですよ。あ、はい、で、まあ期待してたんだけど、ちょっとエンジンかかんなくてね、はい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 、追って追ってようやく最後は50メーターぐらいかな、エンジンかかって追い詰めたんですけど、まあわずかに2着に届かず、だからやっぱね、まあ、流れもすごい速かったんだけど、やっぱ距離不足の印象あったね、はいはいはい、もちろんね、サリオスは別格に強かったと思うんで、それには勝てたとは言わないけど、ちょっとやっぱ距離不足の感じあったんでね、はいはいはい、もう一回長めの距離使ってきたら買いたいなと思って、今回ここだったんで、ドンピシャな一応、ね、考え的には、確かにね、2500まで伸びるとどうかっていうところあるんだけど、一応春はね、上級生のジューンステークスで、はい、まあ不良馬場だったんだけど、2400まではこなしてるんで、短いようか長い距離の方がいいんじゃないかっていうのあります、前回のレース見て。で、追い切りもすごい良かったんで、はい、まあ夏から使ってちょうど3走目、まあ走り頃っていうか一番状態いいんじゃないかなと思って、ラチ沿いぴったり上がってたやつでしたっけ。そう、ね、だから心配な点は2つある。おうおう、まずね、ジョッキーがね、はい、長丁場の経験がない、極むくんか、東京の経験も薄い、あ、東京も確かね1勝しかしないんだよね、まあ、関西の若手の子ですから ね、あんまり経験はね、あと重賞勝ったことがない、あなんで不安材料を、岩村だけがね、ちょっと心配なんだけど、はい、彼さえ、まあこの馬に関してはね、そんな難しくはそうそうないですもんね、6回またがって6回とも馬券圏3着以内に入ってるんで、この馬はもう癖分かってるんで、あとはね、はい、先輩ジョッキーにビビらず、大胆に決めていかす競馬できれば、まあ上位来てもおかしくはないね、はいはいはい、これ買いました。今3番人気です。あ、3番人気なんですか。結構人気してます。おー、はい、そっか、まあ、一応ね、これ一応読みづらかったから、そうね、そうです。だから外せないのは、まあ、対抗なんだけど、ユーキャンスマイルだよね、はい、これやっぱ長丁場の成績、そうです、抜けてますもんね、やっぱり瞬発力もあるし、鉄砲も走る、いや去年の天皇賞なんか負けちゃったけど、すごい足だったじゃない。そうですね、もうだから58キロっていうのはまあ仕方ないっつうか、そうだね、新潟記念もすごい切れ味だったし、やっぱ決めて勝負、58キロだけだよね、ただ外せないよね、まあ、無理ですね、そうね、鉄砲走るからね、鉄砲も走る、で、あともう2頭相手にあげたいのが、2番のラストドラフト、はいはい、人叩きしてってことでしたっけ。そうだね、前回はちょっと馬場も重くて前行って持ち味生かしきれなかったんだけど、はい、春先のレース見ると溜めるとすごい足使うんで、まあ AJCC 杯、はい、AJCC か、もうちょっともったいない競馬だったじゃない、振りがあって、そうですね、あれなんか、だから G2 ぐらいだったら全然やれるんで、はい、今回状態は上がってると見てるんでね、追い切り見て本領発揮、これが3番手、で4番手に当選カンビーナ、はい、まあ、前回先生期待してたけど走れなかったよね、天球初戦でしたっけね、距離不足だったにせよ走れなかった、ただね、天球初戦っていう面があったんで、まあ上積みさえあればこれはね、もう長い距離いいんで、間違いないですもんね、今回人気ガタ落ちなんでね、これを3番手か、4番手、はいはいはい、まあ、1、2、3、4番手で、ということで、あとね、サン・アップルトン、オセア・グレイト、サトノ・ルークス、ゴールドギア、オーソリティまで、はい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 、やって馬券買いました。馬券どうしました。いや、かなり広いですか。僕はもう3連単、3レプテしか買わないんで、はいはいはい、ちょっと1万円分ぐらいなんですけど、まあ、3レポケットね、軸の今言ったね、3頭が相手、あとはパラパラ、はい、白三角含めてあれで、3連単200円ずつ、3連複も200円ずつ、フォーメーションで印通りのフォーメーションで、9600円、9600円、
で、翔太郎さんは何本目？あ、僕ですか、うん、話が飛んでくると思ってなかった、ね、アイスバブルですね。ああ、目黒記念はいいよね。僕ね、あの横川さん多分一緒に見せて覚えてるか分かんないですけど、うん、新潟記念の追い切りめちゃくちゃひどくなかったですか？そうかもしれない。なんかもう確か酷評して歩くようなところから始まり、うん、前回でちょっとずつ上向き、そうだね、競馬でも足使えて、うん、で、今回さらに良くなってて、うん、目黒記念、目黒記念走ってもね、2回2着あるよね。この舞台一度狙ってみようかなと思って、ね、うん、ちょっとそこ回んなかったんだけど全然来てもおかしくないよね。たけし君もね積極的に乗るんで、うん、うまくポジション取って、そうだね、まあ、切れる馬たちよりはセーフティーリードが欲しいなってイメージですね。うん、なるほど、うん、そんな感じ。まあ、サンレーポケットはね明日ちょっとどういう馬場になるか分かんないけど、うん、まあ、32秒台の上がりも使ったことあるし、はい、まあ、タフなねジューンステークスみたいな競馬でも足使えると、うん、結構万能型なんで、うんうん、状態さえ良くて進路さえ確保できれば飛んでくると思うんで、うんうん、まあそんな感じでね、まあ、翔太郎さんはアイスバブルということで、ね、そうですね、僕は前でしのぐ方の展開になってほしいなっていう、くしくも4枠2頭ということでこの2頭に、ね、うん、注目馬ってことで、で、終わりたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、明日頑張りましょう。はい、ありがとうございました。